コンカフェミュージアムでございます。あと浜松、はい、浜松ということで、はい、わーい、で書いてあるもん、ちょっと間違えて浜松町って書いてある、はい、あ、それ間違ってます、ね、やばいとこ、東京ですね、東京ですね、はい、昔ポケモンセンターあったとこですか、ね、あ、そうなんですか、あ、知らなかった、そうそう、あの、なんかっていうのはい、いや、今日はね、浜松で、初のこの新東京コミコンまっしぐら公開収録を行っていきたいと思います。東京コミコンオフィシャルサポーターの月見笹と、はい、スーパーバイザーの月見豊です、よろしくお願いします。収録ね、うん、どんどんこうね、東京コミコンまっしぐらも素晴らしくなって、最初はですね、とあるね、とある雑居ビルで、はい、雑居ビルでね、あのね、手製のグリーンバッグで撮っていたのからね、はい、そうなんですよ、ロケもね、できるようになりてますね、本当にいいですね、初めて、はい、私このカフェコンカフェミュージアム初めて来て、皆さん今回初めてだよっていう方どれくらいいますか、あ、結構やっぱりいらっしゃいますね、何回も来てるよっていう方、素晴らしい、あ、いいですね、素晴らしい、まあ、常連さん先輩方がたくさんいるんで、今日は教えてもらいながらね、このカフェの魅力も伝えながら、ね、はい、来たる12月8、9、10に開催される東京コミコンの情報などなど皆さんにお伝えできたらなと思います。でその前にちょっと今ね、8月、あ、違った、9月なんですけれども、7月末に私たち、そうなんです、ね、アメリカで会ってましたね、サンデーゴに行ってたんです、サンデーゴコミコンに、でこの間ね、動画が上がったので、そうですね、YouTube に、まあ、ここに出すあのスライドはその動画を見てもらえればっていう、そうですね、はい、はい、あれなんです、僕言ってたんですけど、笹原さんはあれですよね、LA に、ね、はい、女優留学、そうなんですよ、女優留学、2ヶ月間女優学をしておりまして、うん、本場のハリウッドで演技レッスンを受けたいと思って、そうですよね、行っちゃえってこと で、ね、仕事2ヶ月休ませてもらって行ってる間にちょうどサンディエゴコミコンがあって、いや、これはもう現地で会うしかないですねということで、はい、先日ちょっとご一緒させていただいて、はい、サンディエゴコミコンで、まあ、会場内をね、たくさん撮ってきましたね、あの、ハイエストライキのね、合間を持って、あ、そうです、あの、ハイエストライキにもちょっと参加してきましたそう、やっぱ日本じゃないから、そうですね、はい、やっぱ現場でね、その現地に行って、はい、せっかくハリウッドに行って、で周りもあのハリウッドで活動されている俳優さん、女優さんの友人がいるので、はい、ちょっと一緒に混ぜてくれと、でそもそも行っていいのかも分からなかったんですけど、全然もうサポートしてくれるのはウェルカムだよって言ってもらえて、あのピケットって、あの看板持って、いやーってやってきました、ね、どこのスタジオの前かは言いません、言わない、はい、それは言わないですけど、それはそうですね、はい、いろいろね、なんかいろいろあるんでね、いろいろありますけど、はい、まあね、そんな感じですけど、あの今年ね、サンディエゴコミコンってあの俳優ストライキがあって、はい、あのスターが来なかったんですけど、まあ、展示とかはね、充実したり、めっちゃ楽しかったです、すごかった、広さがやっぱちょっと桁違いでしたね、うん、展示もね、気が入ってて、うん、そういうのもありましたし、ちょっとあれですけど、ワーナーさんの DC のブルービートとかね、はい、結構展示がしてて、で、あの僕はあのその写真あげたらコスプレイヤーの人が、はい、あのコスプレして作りたいんで、はい、後ろ姿を見たいから、あ、後ろ姿を撮ってくださいって言って、撮ったんですか、すごい、そういう、あのスパイダーマン見てるとアームがね、いや、そうなんですよね、接続部分とかね、やっぱ見たいですよね、あと、マーベルさん、はい、あのマーベルさんのブースって、こうブロックを展示して日替わりなんですよね、うん、からガーディアムズ・ギャラクシーがあったりとか、はい、それからロッキーとか、ロッキーとかね、あとキャプテン・マーベルもありますかね、あと、うん、なんだっけ、あのガーディアムズ・ギャラクシーのカラフルな、あの宇宙服、あ、はいはいはい、つなぎみたいな、はい、ありました、かわいかったですね、で、あのなんだっけ、あのロケットと、うん、それからあのカワウソとのライダーと、はい、それからキャプテン・マーベル出てくる猫のブースが、はい、こう飾ってあって、うん、写真撮ってあげたんですけど、はい、ツイッターに発声を上げないでください。いえいえ、フロップです。そういう、あ、その動物愛護系の方からですか。いや、それはギャグです。あ、これは発声じゃないですか。いえいえ。これフロップですから。それぐらいリアルってことですよね。ね、ただし、やっぱり、エンタメとか見ると、普通に、うん、すごい。いや、でも、本当に細かいですよね。細かいですよね。うん、そういうのもね、上がってたりとかしましたし。はい。あとは、今年はちょっとね、あれだったんですけど、去年はトップガンのコスプレがすごい多くて、女の人も何かこうミリタリーが多かったんですけど、はい、今年は皆さんピンクが多いんですよ、うん、もうお分かりと思いますけど、はい、バービーのね、多かったですね、バービーのピンクのあれが多くて、はい、やっぱり人気なんだ、あの僕の中でいうと、そのコスプレの中で実はですね、
ハーレークイーンというかちょっと絶滅危惧種になっておりまして、一時期みんなハーレークイーンだった、うん、そんな子は5年前とかね。そうですよね、はい、それでそのあとワンダとかになり、はい、それで今年やっぱりバービーがブレイクしてて、やっぱりただコスプレなのかピンクコーデなのかよく分かんなくて、確かにそういう、ね、人が多かったんですけど、うん、なんかすごくあったりとかしましたね。なんかもうコスプレで時代が現れてますよね。そうですね、来てくださる方っていう感じで、うん、そうですね、まああとねスパイダーマンもね、スパイダーマンめちゃくちゃ多かったです。普通に多かったですね、はい、ギャザリングのちょっと規模が違いましたね、日本とね、うん、これでも僕はコスプレでちょっと思ったんですけど、はい、コロナがなかったら、うん、もっとね、イカゲームの人多いんじゃないかな。あ、ちょうどイカゲームの時にコロナだったから、確かにちょっとイカゲームのコスプレは、そうですね、確かに。まあね、そう、なんかどうでしたか、ジメちゃんの感じは。いや、もう楽しいなんてもんじゃなくて、また合流する前一人でまず到着して、一人で先にちょっとブラブラしてたんですけど、もうコスプレ、日本のコスプレってその作品に忠実にそのリスペクトを込めて来てる方がすごく多いと思うんですけど、海外ってリスペクトがある上で自分のアレンジをしたコスプレを着てる人が本当に多いじゃないですか。それこそなんか、C3PO と侍掛け合わせてるみたいな、なんか全身金なんだけど刀とか刺さってて鎧着ててみたいなのとか、あとアベンジャーズなのかな、多分アベンジャーズ風のマンダロリアン風みたいな動画がいたりとか、なんかもういろんな作品を掛け合わせてる人がめちゃくちゃ多くて、それがなんか新鮮というか、アメリカにいるなっていう感じがしました、ね、あと日本のアニメですのコスプレがいる、いる、コミコンにいる、いる、いる、いる。それがちょっとね、なんかアニメエキスポも向こうであるんですけど、日本のコミコンは、まあ、アメコミが好きな人とか映画が好きな人が集まってるので、基本的にはそういう作品のものしかいないけど、ジブリとか炭治郎、あれ緑と黒って炭治郎ですか、はい、炭治郎とか、あと禰豆子とか、そうそうそう、そういうキャラクターがいて、なんかそれもまたアメリカっぽくて良かったですね、はい。なんだっけ、鬼滅の刃の猪之助さんの、 コスプレしてる人がいて、すごく外人さんで めちゃくちゃかっこいい外人の男の子が猪之助のコスプレマスク持ってて、これは面白いと思って写真撮ろうってマスクになったんですけど、彼は猪之助になりたいからマスクかぶりたいんですけど、僕はああ顔を映したから、ね、顔を映したからいい、マスクかぶんなくていいって言ったら、それじゃ猪之助にならないって言ったら、いやこれを撮りたいのよって、まあ、撮らせてもらったんですけど、ね、でもなんか猪之助さんの原作も美少年なんですけど、あ、そうなんですね、美少年だったんで、すごくね、まあ、だから上半身裸で歩いてるわけですよ。ああ、なるほど。でもそれも思いました。それはコミコに限らずなんですけど、街中上裸で歩いてる人がめちゃくちゃいる。そう、ね、でそれが捕まらない。そう。それもアメリカですよね。だってモアナとかいますから、ね、モアナじゃない、モアナのあっちの方、モアナって言ってマウイ、マウイ、はい、周りもそれに人がいました、ね、いましたね、すごいとか、ああいう人もいて、なんか楽しかったです。なんでコミコスプレされたんですか。私今回しなかったんですよ。そのコミコンに行けるかがまだ分からなくて、はい、そのサンディエゴでタイミング的に、まあ奇跡的に行けたんですけど、なんかちょっと持っていけばよかった。でもあれですね、アニメエキスポはあれでなんか参加かなんかいる。アニメエキスポはちょっと元アイドルとしてサイン会、いやでも一応グループいたのは去年までなので、元アイドルとしてサイン会とチェキ会をさせてもらって浴衣で出たんですけど、なんかありがたいことに会ったことないファンの方がたくさん来てくださって、なんかやっぱりアニメが好きで声優さんが好きな方が多いので、日本のアイドル好きな方もすごく多くて、なんか会ったことない方で4年前からフォローしてました、でも泣きそうになってる方とかいて、そんなに遠くから愛を、ね、飛ばしてくれたんだと思って嬉しかったですね。でもやっぱりなんだろう、アイドルっていう、日本のこのアイドルっていうのは結構なんていうか、日本が誇るサブカルチャーというか、はい、ポップカルチャーですね、だからすごくいいなと思います。まあ、それありきの東京コミコでもね、アイドルステージがあったりとかしてると思うので、はいはい、今さすがだなと思ったのは、今ちょっと進行から、もしかすると会員会ぐらいは来るかもしれない。嬉しい人しかいないですね、だから。